こん今回はエピソード十三。ということで今回は、まあ、前回みたいな感じでまあダラダラとりつつちょっと振り返るみたいな、はい、そんな感じですね、まあ、TGS だったりとかいろんな、ねうん、イベントがまあ挟まってるのと今週末はいろいろなイベントがね座、はい、ンコ婚もありますし行きたかったな 2>,、はい、2時3時の エクストリー・インバラントなんてやもありますしやってますね。はい。TGS 行かれましたかはい、もちろん。2日間。お仕事もあったんで。謎のメンツで、ね、キリアブースでト,トークショーしなかった。謎のメンツではないでしょ。<laughs> 全然。謎のメンツでね。アブソリュート最終号みたいな。<laughs> なんか、バースは昔のおかげに戻ってなかった。完全に戻ってたね完全に戻ってたよな。もう もりっとしてたわ、うん。なんか途中ちょこちょこ、その、チラッと見てたんだけど、その俺も別のところでやったりしてたから、コメント欄になんかバース何も覚えてねえじゃねえかっつって、なんか昔のエピソードを思い返す話をしてたのか分かんないけど。バースは、そういうのを覚えてないふりするタイプ。覚えてないふりするタイプ覚えてないふりするタイプクラッチしても喜んでないふりするタイプだもんね。えー、そんなことあったっけ ってタイプやからそうねそうそうそう、まあ、DJS どうでしたまあなんか僕は木金土曜日だけいなくて日曜行きましたけど俺は金堂かな金堂金堂行きましたねどうだったいやーなんか聞いた話とかにもよると、うん、ん過去最高の来場者数みたいなはいはいはいめっちゃ人多くて、うん、めっちゃ盛り上がってたいやそうだねそう土日も なんか過去最高ではないけど、2位とか3位だったんですんその、歴代、来場者数が。んうんうん、まあ、木金の時点で、そのそ、まあ、一緒だったじゃん、金曜日。あ、そうだね。で、ビジネスデーの時点で、うわ、相変わらず多いな。多かったよねって思うぐらいの人の数だったから、かね、<laughs> なんかじわじわこう思い出してくるんだよ、ね、その、毎年、まあ、この前までは、まあ、ちょっと、縮小版でやったりとかで、うん、なんかあんまり、こう、通常の運転ではなかったけど、 木、金、土、日って、こう、日をまたいでいくことに、あ、こんな感じだったな、みたいな、思い出してるから、なんか、あ、こんなに人多かったんだな、みたいな。ブースはいろいろ回ったりとかね。まあ、うちも、はい。まあ、ゼータでね、ブース出してたんで、ねうん、まあ、そっちでなんかいろいろと、僕とか黒は、やったりもしましたけど。あるめちゃめちゃ、豪華じゃなかった。ブースあの、ラウンジみたいな。はいはいはい。そうだね。 まあ今回その、そ Twitch のブースがなかったから、うん、そのストリーマーというか、まあ、インフルエンサーのラウンジみたいなのが、まあ、今までは Twitch ブースのラウンジがそれになってた感じだったけど、うん、あ今回、ゼータのところがね、なんかそういう風な場所になってて、まあ、いろんな人が来てくれて、なんか楽しかったよね。そうだよねしかも、なんかフォーカーテーブルとかもあって、ね、ディーラーさんも。 あの専門の人がいて、うん、全自動マージャン宅もあったでしょ、まあ、マージャン宅もあったしまあ PC もね PC もーも 2>, 2台あったから、うん、まあなんかだいぶ至れり尽くせりで最高かよあそう,そう僕はやったやったアウトレット5人でやったよ <laughs> 誰がどれぐらいやった <laughs> えーっとね結局なんかその見ぐりとかで、うん、こう誰かいなかったりみたいな、うん、序盤の方はみんな教えてもらいながら やってたんだけどもうねかけ方がみんなバカだからもうおもんなかったね正直<で>あの5人でやるときはやっ,やっぱあれはさ無だから無えだけどその後、まあいろいろ人が変わってって、うん、ケンキさんとかメルトンさん、うん、ってやってたときは結構おもろかったけどね<ー>ちゃんとなるほどねあとリオンさんとかもはいはい来たん、リオンさん結構やってるっぽいからあそうなの オニアさんとかもいたわオニアもねなんかポーカーすごい好きでうまいめっちゃリオンさんのこと合ってたよ <laughs> メルトンさんのかけ方はちょっとバグってたけどねあなんかさこう例えばラスベガスとか韓国のカジノ行って自分のお金を使ってポーカーするわけじゃないからだから結構その別になくなってもまたもらえばいいみたいな感じの思考がやっぱあると。 やっぱな俺結構本気になれるタイプだから,らか俺もポーカーその日曜日の最終日にその俺と、まあ、レッドブルアスリートプラスではない X99 みたいなコンテンツをやってたんだけどはい、はい、なんかそのストローク、まあ、上原さんとか、まあ、ボンさん、まあ、ガチ君、まあ、シャカそのストローク段儀プラス、まあ、ちょっとエクシジョンマッチみたいな。 コンテンテツをやってたんだけどその前になんかそのブースで梅原、まあ、さんとポーカーしてて、うん、2> まあ2俺2人プラス、えっと、あとにそのポーカー教えてくれる人がいて、うん、でその3人でやってたんだけど俺はもう別にさなんかねえ何もないじゃん、うん、<laughs> 何もないから結構その適当に書いてたんだけどもうが,がっつりなんかクソ弱い手でオールインしてたんだけど。うん それをなんか、ラインスタ原さんはなんか、結構ちゃんと毎回毎回真面目にやってたから、うん、ゲームに対しての捉え方がガチだな、みたいな。真面目にやってるのに、うん、バカみたいな書き方してくるの、うん、本当トロールだから、<laughs> マジで。いやさ。駆け引きないもんだって、まあ。どうせさ、なんだろう、そこに2時間、3時間座ってボーカーするわけでもないしさ、どうせ10分ぐらいでなんかどっかに行かなきゃいけないんだろうな、とき気に,、まあにねね、ちゃんとやるのもさ。それは、入るべきじゃないですよ。<laughs> <laughs> ちょっとやるよって言われたんだけあ,、ねまあ、TGS は本当に、まあ楽しかったな、今年は。なんかいろんな人と話したから、かすごいよかった、いろんな人と会ったな、うん、ブースも割と見れたし。うん。なんか俺あれだったのその、金曜日に、その、物販行ったじゃん。うん、なんか昔、その、俺がオーバーウォッチ1やってた時に、まあ、やってた時から、その動画投稿してる人がいて、なんかレイヤー Q っていう。 で、お互い多分その名前が似てるから、なんか向こうは Q3 って言われてるし、俺も Q3 って言われてるから。なるほどね。<の>かぶってんだか,かぶってんだよね。で、TQQ もいるし、ああ、ね,ね、いろんな、なんか Q がね、たくさんいるんだけど、ウォッチは、XQC もいるし、そのレア Q って人をなんか一方的に動画投稿で見てたりとか、ああ、なんかこんな人いるんだっていうふうに、ね、いろいろ回ってて、物販エリアをね、まあ、ゼータのブース行ったりとか、まあ、グラフトのブース行ったりとか、ストロークのコラボのとこ行ったりとか、 俺が結構好きなのは、なんか、ハデスとか、あ<ー>その、ちょっと、ねうん、なんていうローグライクな、まあ、めちゃくちゃ大手スタジオじゃないけど、ちょっと中堅ぐらいの、有名なインディーズゲー、うん、インディーゲーのグッズみたいなのを、めちゃくちゃ取り扱ってるところの物販があって、そこに行ったら、なんかそこで働いてて、そのレイヤー Q さんが。え、みたいな。すげえ、なんか、<laughs> え、こんなところで会うことあるんだ、みたいな。Q <laughs> さん同士が出会っちゃったの、そこで。そうそうそ,うそ,う <laughs> それで ね、写真まで撮ってあこんなこんな出会い方もあんだなみたいなねすごいね,ねやっぱゲーム好きな人とかさゲーム関連の人が集まる場だから昔一緒にやってた人とかさ、まあ、同窓会的な感じの雰囲気はあるじゃん確かにそもそも TGS 自体あれお前ここで働いてんのみたいな <laughs> 今 <laughs> い<や> <laughs> あれお前ここにいるんだみたいなのは、まあ、結構あるから なんかそういうのがやっぱ TJ さん楽しいよなっていうね確かに確かに CS ミンいた村出,し村出身いた村出身はガチでいないねえー、出身じゃないけどうんゼロストにはあったねああゼロストねあとはユキオユキオ最近ストロークすごい上手くなってんだよあそうなのいろんなゲームやってるよねそうあへしこだった 違うやんいっぱい会いすぎていろんな人いすぎて覚えてないパッと出てこないよねえアブソメンツってさ久しぶりに会ったんじゃないのガチ久々やねまあラズとかねその辺は会うだろうけど一番話しないのが話しなかったのがバースかもな俺ああバさんだいぶだいぶ戻ったよなマジでいつの間か戻ってたねうんいつぶりバース喋るの会うの会うの えだから本当に去年の生活してたやん。うん。まあ、あれが最後かもしれない俺もね、あれが最後だね。レイタは、今年、うん、あのー、電話した。<laughs> 韓国から。なんであスクリームキャンセルされたの。別のチームに。ああ、はいはいはい、はい。で、村下いけるって電話したけど。そういうことね。そう。あ無理だって。<laughs> 無理だろ。<laughs> 無理だった。さすがに無理だろ。まあ、TGS なぁ。なんか、 ブースで私有とかしたドラクエはちょっと行ったなやっぱリメイク,ク、うん、遊んではないけどもうリメイク出るからもう少しで何のリメイクが出るドラクエ3のリメイクが出る 3? なんつうの 3D なん 3D じゃない 2D なんだけど 2DHD リメイクみたいなあまあなんか原作の味を残しつつあそうそうそうで3発表されたと同時に 1>,、うん、1と2も発表されてておお ニンテンドーダイレクトだったかな、うん、かなんかで発表されてたんやけど。へ、えー。そう。めっちゃいい、ね。ちょうどイレブンやったばっかだったから。うん、あめっちゃタイミングええやんと思って。俺だってやったことないもん、ドラクエまだい。一個もドラクエも FF もやってないんだよ、まだ。FF 俺もやったことなくて。そう。一個もやったことない。どっちもやったことない、珍しいね。なんか今じゃないんだろうなっていう気持ちをずっと抱えながらやってないもうてるやん。そ,れじゃその大体さ、やっぱ、 まあみんな少年の頃にやるわけじゃん。そうだね。少年少女の、まあなんか、学生の時代にやったりとかさ。じゃあ大人になった今、やるのはちょ、もう少し持った方がいいんじゃないかなちょ,いちょっと待ってください。あの、イレブンは、うん、マジでやった方がいいです。イレブン。イレブン。ドラクエって、基本的に、やり方とかは大体、同じなんだ。うんうん、同じなんだけど、ストーリーは、あの別に、どっから始めても全く問題ない。うん 若干ちょっと要素はあるけど、うん、なんかそれでなんかマウントを取ってくるようなレベルじゃない、うん、そんなつながりはめちゃくちゃあるわけではないんだまあつながってはいるんだけど、うん、その過去作やってないとああだこうだみたいな要素が少ないなるほどね大体、うん、どっから始めても全部主人公違うし、まああそうなんだでジョジョと同じよいやでもねジョジョもいやジョジョそれで例えられると俺ジョジョは 見るのがめんどくさくて見てないからいやもうジョジョは本当に見た方がいいやっぱねマジで <laughs> ちょっとねなんか一番最初にアニメ化したそのなんだあれは一,え一部かな、うん、一部ディオ仮面見つけた時ぐらいのやつあれはちょっと見てたんだけどなんかあれ以降見てない、ね、どうしてなんだろうえ一部は最後まで見たの多分最後まで見たねじゃあ飛んだ首 飛飛んんででたたかも多分あの終わり方でやめるんだそこから2部まで見たかもしれないなんか学ラン着てた記憶はある学ランは着てない2部は2部じゃないかじゃあ学ラン着てんのは3部やね3部かもじゃあ3部まで見たってことスタンド出たスタンドはちょっと出てたスタンドはちょっと出てたスタ出てたス出てたいや出てたと思う本当にいやそう学ラン着てる映像 を見た記憶はあるえーじゃあ、えー、3部見てんだったら最初の方「華鏡院」ってあの緑色の制服着てあのたいた,いたあじゃあ3部まで行ってんじゃんなんかどっかにどっかに向かってた <laughs> いやそうどっかに向かうんだよ <laughs> じゃあ2部飛んで3部見てるかで,もで,でもなんさまあいいんだよ別にジョジョは3部から見ても、うん、そういうもんなのそういうもんのドラクエは <laughs> なんかやっぱシリーズものってさそのナンバリングタイトルってさやっぱ1からやっていかないとなんか 気が済まないタイプな俺,え俺もやってない1237やってないっすああまあでもいや俺は1からやりたいタイプじゃちょうどいいじゃんわかるなんかその作品の1作目って元の味がするものじゃんそこからこう23456789ってなってちょっとずつこうアレンジされていくものがよナンバリングじゃん王道のその元々のね なんていうの秘蔵のタレを使って、そこからこう台が変わっていって、ちょっとずつ味が変わっていくみたいなところの一番最初の方が気になるから、俺は。はい,はいはい。なんかそれ、そをそこをやらないと、なんか、後々出てくるやつやりたくないな、みたいな気持ちになっちゃうから。逆にでも、そのドラクエが今、すげえ、もう、二桁に乗ってるじゃん。うん。二桁出てるものを一からやるか、っていう気持ちになっちゃうから。いや。 ジョジョとかも同じ感じだね。たいないね <laughs> もったいないでもねドラクエ悲しいのは、うん、やっぱり人気なのは本当国内でめっちゃ人気なんだけどあ<ー>まあ海外ってなったらやっぱ FF の方が人気なん、ね、あ<ー>だもっと海外の人にもドラクエやってほしい <laughs> あまあちょっとな RPG はないや11はマジでやった方がいいけどなプレイ時間が長いんすわ RPG はでも俺1160時間ぐらい 60か。六十時間ぐらいでいけたよ。最近、やっぱ FPS とかシューター系は、1試合30分ぐらいですから。いや、あの俺、俺その感覚に慣れちゃってるんで。昔、RPG 好きだったけど、うん、今はもう絶対できないなって思ってたの。だから不安だったの、うん、ドラクエ11完走できるか。<laughs> めっちゃ不安な状態で、うわ、これ途中で飽きちゃって、他のゲーム手出したもんやんねえだろうな、みたいな。うん、やったら、一気にいったから、大丈夫です。なるほどね。はい いいいと思いますだいぶ脱線しましたけどあのなんとうちの GC 部門ベルリン決定ですおめでたいまさか急にここでこの話題になると思わなかったでしょいやまさかなとは思ったけど、うん、来たねまさかのいや見てたなんか俺ちょっと見ててえっとね準決、うん、その決まった試合はミスたかなははい、はい、まあ、グランドファイナル惜しくも、まあ 惜しくも3-0。ロ惜しくもね。惜しくも3-0ということになりましたけど。まあなんか強かったね、相手のチームが。だいぶ強かったらしくて。まあでもセミファイナル、だいぶなんかね、安心して見れる試合内容だったし、うん、スコアもすげえ圧倒してたから、うすげえなって感じだったけど。ベルリン、うん、だよね。ベルリンこれはいつ、なんだっけ。1>, <え>1ヶ月後ぐらい。<ん>8日から18日まで。でも本当1ヶ月後ぐらい。そうだね、1ヶ月後ぐらい。 やっぱ GC はね、その、湯さんと、セレナさんの2人が入って、なんかだいぶ引き締まったなっていう感じがしたのと、まあ今回、マジでユアさんがめちゃくちゃ強かったね。マジでめでたいですね。これ、今回、世界大会に行くの初なのかな、うん、ゼータとしては。中国が同じ枠だったりとか、なんかギリギリ行けなかったりすることが多くて、前回フェンネルが行って、でその後なんか中国、入り地に負けたのかな。 で今回が多分初だと思うそもそも予選がオフラインでやられるのが初なのか予選っていうかその切符を決めるああいや前もなんかどっかでオフラインしてた気がするけど、まあ、今回はその上位チームがほぼ全員まあ各地域から2チームずつではいはいはいタイで戦ってたからかなり、ね、力入ってた感じかなまあ今までねそのピングの問題とかもあったりしたかよ、うん そういう大事な試合がオフラインでやられるのは非常にいいことですね。そうそうそういや、それはマジでそう。そう、まあそんなことなんで、まあ来月ベルリンか。まあなんかちょくちょくそのオフィスに来てたら、なんか、りょたくんがいて、ああ、ちょいちゃう,う。家の回線がまだ <laughs>、なんかセットアップできてないから、多分オフィスに来て練習出てるみたいな話をしてて、まあ彼もすごい、だいぶ長いよね。もう実施長いし。確かに確かに。楽しみだね。いける、ね、来月か あの、僕、二時三時のエクストリームバトルのコーチやるんですけど。お<ー>あの、な,ね、なぜか、他のチームはコーチ発表されてるんですけど、リーダーが。リーダーが誰々やりますよ。はい,はい、はい、クズハさんが、<す>まあ、うちのコーチいらずですとか、なんか他のチームもいろいろ言ってるんだけど、うちのリーダーである、なんかローレンが、全然何も言わないんだよね、今。<laughs> ローレンなんだ。そう。うち、多分ローレンがリーダーなんだけど、 何も言ってないから、うん、このチーム誰がコーチになるかまだ分かってないっていう <laughs> <laughs> でも今日の9時に顔合わせらしいえー、じゃあ急に Q3 出てくる可能性あるってことみたい <laughs> そうおもろすぎでしょどうなんだろうねみたいなねでも今回他のその久澤のチームラズがコーチだからちょっとなんかコーチまた5人ぐらい招集するのかなって思ってるからまあうちも10人ぐらい招集しなきゃなっていう たださん多分このコーチたくさん呼んだネタでいじると真顔で返されるんだけど<ー>。<laughs> まあでもあれがね、やっぱ一番いいとは思うけどね、うん。その、つどつどこう、あの、コミュニティ大会をしてる人たちに言ってるんだよ。その、やっぱコーチ一人じゃ無理ですよって。五人を一人で受け持つのは、やっぱこいつ悪いですよって言ってるんだけど、なかなか変わらないね。三人とか二人がマジでいいと。 ああそうだねだ呼ぶわロールなんかやってないででまあでお前呼ぶか<す>あのね新潟の星を呼ぶかどっちか新潟の星は人前に出しちゃいけませんそうだから俺もちょっと新潟県の人を2時3時 <laughs> 1>, まあ1万人とか2万人が常時見てるような人たちばっかだからその下に出していいものかってちょっと考えてるんだけどなんかそこはねまあ うまい具合に、ちょっと、やっぱね、ジュニアさんの面白さをこう、ね、体感してほしいからみたい、みんなで。まあ、必要だったら読んでくださいはい。まあ、多分、まあ、どっかで読むかもしれないです。ということで、はい、エピソード、う 93? 93?93? はい。さあ、X 級限のロショエピソード93は、まあ、こんな感じで以上でいいですかね。はい。はい、いいと思います。本当に、中身がない。は <laughs> 最近、最近の話みたいな。はい、はい。ということで、えー、エピソード93話以上となります。Spotify、えー、の方でも聞けますし、はいえー、YouTube の方では、えー、高評価とコメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい。以上、また次 <laughs>、19日会いましょう。さよなら。さよなら。